高め塾講師です。今回は英徳高校の塾向け学校説明会に行ってみた、これの話をしていきたいと思います。先日英徳高校の学校説明会に行ってきました。なんか英徳高校って聞くという印象があったんですけども、話を聞いていくとちょっと違いましたね。いい意味で英徳高校変わろうとしている、そういった感じが受け取れます。ぜひチェックしてください。もし他の学校とかも知りたいって方は名古屋いの塾ブログ、こちらで他の学校を検索してもらうか、いの塾が運営している合格判定サイトで英徳高校が受けれるのかどうか、そういったものを判定してみるのも一つおすすめです。ぜひ参考にしてください。それではどうぞ。1つ目コース、英徳高校には4つのコースがあります。1つ目スーパー分離コース、2つ目国際言語コース、3つ目人間スポーツコース、4つ目総合進学コース。大体どこの学校もコース分けしっかりしてくれてるので、ここら辺安心ですよね。上位校はやはり大学受験、どんどん下がって学校生活を充実させる、そういったのがしっかりと伝わってきます。また国際言語コースでは英語を強みにして大学受験を受ける、そういった形も狙ってますので、これおすすめですね。スーパー分離コースに関しては25名の2クラス制を取っています。専用校舎、補習や合宿、これらはかなり充実しています。国際言語コースでは外国人講師ではなく英検1級を持った日本人の先生も指導をされています。全部ね、外国人の先生に任せるのではなく、やはり日本の受験のことを考えてこういった取り組みをされているそうです。実際後でも少し話するんですが、大学受験に対しての戦略的な受かり方、受け方、こういったものはかなり研究してるなと思いました。話をしてくれた先生が昔大手の予備校の先生だったそうなので、そういったのも影響あるのかもしれないですね。2つ目受験に関して、やはり私立高校なのでボーダーというものがあります。これは内申点のボーダー、合格点のボーダー、こういったものがあるそうです。これについてはブログや YouTube でちょっと書くことも言うこともできませんので、英徳高校の学校説明会行かれた先生に話を聞いてると、そういったデータをもらってるはずなので言うことができると思います。ただ僕も聞いた印象はめっちゃ跳ね上がってるやんみたいな感じがやっぱありますね。私立自体がもう内申点、合格ボーダー、偏差値、受験者数、こういったものが増えてますので、本当に受かりたい方は推薦狙ってみるのも手だと思います。また英徳はスライド合格もかなり充実してますので、滑り止めとしても受けやすいし、挑戦校としても受けやすい。特に上位コース、ここら辺は狙う価値はあるかなというような感じだと思います。受けられてる子たちはある程度やはり英徳高校に近い子たちが多いそうなんですが、やはり魅力的な国際言語コース、留学に対して大学受験に対してすごく強いなと思いました。はい、いかがだったでしょうか。英徳って聞くと部活のイメージがやっぱ強いんですけども、これはね学校の先生らも言われてました。だけど少しずつ少しずつ勉強にも力を入れたい、変えていきたいっていうのをすごく言われてたので、今後は大学受験に関しても期待ができそうだなと思いました。またデータに関してもいろんなデータ見させてもらいました。そういったものを包み隠さず言ってくれるような学校だなっていう印象です。もちろんね、僕の塾でも卒業生の子たち何人かいます。やっぱ印象としては補習が多いっていうのがやっぱあるかなと思います。ここら辺をいいと捉えるのか、ちょっとしんどいなって思うのか、それはやっぱりその子のね受け取り方かなと思います。面倒見がいいっていう話であれば面倒見はいいんですけども、やはり塾の先生としては、いや塾早く来てくれよとか、塾でもうちょっとやってくれよっていう気持ちになっちゃいますよね。そういった学校だなという印象です。もしねこの話が良かったって方は、ぜひチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイ。